専門家たちは昨年9月に避難指示が解除された福島県楢葉町に到着しました。中国で見た記事や写真では福島は壊滅的でした。でも本当の姿は違うのではないかと感じ、本当の福島の現状を知りたかったのです。じゃあ、解きながらで大丈夫です。答え合わせは1個ずつしていきましょう。福島大学特任研究員の貝沼博さんです。誤解の多い福島の現状を問題を出しながら説明していきます。この福島県から震災後避難によってどれくらいの人が人口流出したでしょうか。この机でじゃあぐるって言ってもらえますか。イメージでいいですよ、間違ってないです。10万人くらいだと思うので、どのくらいの割合になるか分かりませんが、1% 以下ではないでしょうか。99% の人は避難していると思います。100% 全員避難していると思います。避難による人口流出、福島県という単位で見たときにですね、 2.3% なんです。まあ、この問題、ここでこういうふうに指摘している理由は3つあります。一つは福島の問題といったときに、そこにまつわるイメージと現実に大きなギャップがあるんじゃないかということです。もう一つは 98% ぐらいの人、ほとんどの人がこの福島に残り暮らしているということを注目すべきだということです。もう一つはこの 2.3% の人が孤立しているということです。行政のさまざまなサポートもありませんし、まあそこに避難を遠方にし続ける人も精神的にナーバスになっているような状況があります。